羽衣は、農学作品の一つ。室町時代における上演記録は多く、現代まで人気のある演目として上演されている。三穂の裏で海に漕ぎ出していた漁師の白竜たちは、春になった美しい三穂の松原の景色を鑑賞しつつ、その三穂の松原に戻ってくる。すると濃くより花が降り音楽が聞こえ妙なる香りが立ち込める。これは、ただごとではないと思っていると、 末に美しい衣がかかっている。白竜はその衣を手に取って持ち帰ろうとしたが、天女が現れ、それは私の衣ですので返してほしいと告げる。白竜は天人のものであるなら国の宝として地上に置いておくべきだと言い戻そうとしない。天女は衣がなければ飛ぶこともできず、天上に帰ることができないので、そう言わずに返してほしいという。しかし白竜は、 ますます返そうとせず、立ち去ろうとする。天女は、天上界のことを思い出して悲しみ、嘆いている。白龍は、その姿を見て、痛々しく思い、衣を天女に返すことを告げる。ただし、天女の舞を舞ってほしいという。天女は喜び、舞を舞うことを約束するが、衣を着ないと舞えないので先に衣を返してほしいと、告げる。白龍は、先に衣を返せば、 舞を舞わずに帰るつもりであろうと天女に言うが、天女からそのような疑いは人間界のものであり、天女は偽りはないと悟される。白竜は恥ずかしいことを行ってしまったと思い、衣を天女に返した。天女は衣を着て舞い始めるが、その姿は雨に濡れた花のような美しさであった。月宮殿では舞の奉仕をする乙女の一人であることを明かし、この舞が、 後世の東遊びの駿が前になることを教える。天女は、三保の松原の春景色が天上界のようであると言い,い、その美しさを称え、君が世は、天の羽衣もまれに来てブズとも月きぬ岩なら、ナムと読まれた歌のようだと歌いまっていると、それに合わせて、小、笛、琴の音なども聞こえてくる。その舞姿は、雪が舞うような、美しさであった。 そうやって、東遊びの舞の曲を、次々と舞い、国土の繁栄を記念し、様々な宝物をフラッシュ国土に恵みを施しながら、十五夜の、空に輝く満月のようになって、富士山の高根に登ってゆき、天空の霞の中に姿を消してゆく。作者付けで、吉本作者注文、自家伝承では、世阿弥の作となっているが、不正確な記述とされている。また、 世阿弥の芸論にも所見が見られない。題材に関しては、羽衣も伝説が記載される、風土記によるという説がある。中でも、駿河国風土記一文によるものが、最も近いという見方が有力である。また、単語国風土記の記述と重なるところも見られる。ただし、駿河国風土記をはじめとする、風土記の羽衣も伝説では、天女は、漁師と夫婦になったり、 老夫婦の子供になったり、しばらく地上に泊まっていて、脳の歯衣のようにすぐに衣を返したりはしていない。また、天女の舞を舞うこともない。周囲和歌集が読み人知らず ABC 梅原武、関関関良かず、脳を読む信仰とゼアミン語、角川学芸出版2013年ピアニッシュも309から319。ありがとうございます。